どうも、日向愛子です。今日は女流モンド杯の撮影に来ています。私、無事にまた出れることになったので一生懸命頑張りたいと思います。そして、なかなかこの裏側見れないので今日は皆さんに裏側も少しお届けしたいと思います。見てください。ズルしない？そう、うん、苦手なんですけど、あ、こう好きなんです、あの人。あの人好きなんです。引き出してくれる、毎年毎年。すげえいい写真撮ってくれるけど、そう知らないっす。知らないか。で、今度足クロスさせてみて。はい、さあ、はい、さあ、手一緒に回してみてる。さあ、さあ、いいか。続きましてはなんちゃです。第1回女流モンド新人戦で参加47人の頂点に立って初出場するも、決勝までは届きませんでした。そして前回の第15回大会では予選敗退となりチャレンジマッチ、チャレンジマッチでは見事接戦を制して本戦の出場権を得ました。再び掴んだチャンスをものにできるのか、日向愛子プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろありましたけど、3年連続の女流モンド杯になりましたね。はい、なんかこう、空いていた感覚あるんですけど、一応連続で帰ってきました。ねえ、今回もね、なかなかフレッシュなメンバーも入ってますし、はい、こんな風に打ちたいってありますか？私、あの、何も2年間できなかったイメージが強くて、この大事な舞台。なので、もう少しこう、しっかり楽しみながら、結果も出せるように集中していきたいなと思います。わかりました。はい、頑張ってくださいね。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして3人目シャーチャーです、プロ歴7年で初タイトル第15期6位を獲得してチャレンジマッチに出場。チャレンジマッチでは1戦目2位から